丸岡城天守丸岡藩は、越前国境軍などを支配した藩。居城は、丸岡城。丸岡藩阿老ありま天然屋敷跡庭園丸岡は、戦国時代、織田信長敗下の優勝、柴田勝家の養子、柴田勝豊が治めていた。勝豊が、静ヶ岳の戦い後に病死すると、青山宗勝、青山忠本子が入った。青山氏は、 慶長五年の関ヶ原の戦いで西軍に組みしたため、戦後に改役された。代わって、越前福井藩に入った、結城秀康の重臣、今村盛継が二万五千国で入ったが、慶長十六年の福井藩重臣による内紛に巻き込まれて、流罪とされた。その後の慶長十八年五月、徳川家康の下で仕えて、鬼、作座の異名を取ったことで有名な本田茂継の子。 本田成重が4万国を与えられて入り、秀康スの後を継いだ、松平・忠直を、本田富トと共に補佐した。大阪の陣でも活躍し、武功を挙げている。寛永元年、忠直が、文語国に流罪とされると、成重は4万6300国に加動され、福井藩から独立した大名として取り立てられた。成重とその子、本田重義。 そして孫の本田重明の三代は、県地、城下町の整備、新興用水の新設など、反省の確立に尽力したが、重明の子、本田和カは主食に溺れては無能の上、家臣の本田織部と、大田又八の間で内紛が起こり、元禄8年に幕名により解役された。代わって、戦国時代のキリシタン大名で有名な有馬、春信の総尊、有馬聖順が、 越後糸井川藩から五万国で入部する第二代藩主有馬一巡の時代である正則元年に戸様大名から不代格へ格上げされた第五代藩主有馬那須美は若年より第八代藩主有馬道巡は老中という幕府の養殖に就任した特に誉純の代は安永元年から約50年間という長期にわたって藩主を務め 反省改革を行って、反省を安定させた上、反校である兵将館の設立や、反士、知史の編纂に力を注ぐなど、文化面でも大いに貢献した。明治2年6月、道順は反赤奉官により、丸岡藩知事となり、明治4年9月の廃藩知見により、道順は東京に移住して、丸岡藩は廃藩となったのである。 雪の丸岡城天守府第4万3千国本田成重本田重義本田重明本田重駅戸様府第5万国有馬正順有馬一順有馬高氏順有馬城順有馬本丸順有馬徳順有馬音順有馬道順ありがとうございます。